5個、ルーちゃん5個ナイス。ルーちゃんナイス、あげみちゃん。なかなか倍出ないな。なんか見てるけどさ、全然倍出てなくない？ありがとうルーちゃん。え、なにこれ、ランクあんの？高いと言っても100円くらい。え、これ300円だよ。350円かな。高いよね。一袋350円、400円かな、うん、あ、そういうことね。でも美味しいから。これあのなんかテレビでバズった 豚バラナスそのつけ汁、これ美味しかった。これこれポリポリキュウリ。いただきます。これちょっとみんなやってみてほしいな。お水、味噌、じゃん、ユッケジャンに使うコチュジャン、砂糖、あとウェイパー、ごま油、これ美味しいんだよ。いただきます。うん。おいしい。偉くない？全部手作りでさ。いてててあつ。全部手作りでさ。一人暮らしでさ。
まあ、とりあえず似たがコスプレが入んないかもしれんからね。うん、おいしい。これみんなやってみて。うん、そう、そうめんも粉から作った。ありがとう、フローズンカクテル。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。5位まで。あ、6位まで。まだ。まさやん、あつしさん、やってない。なんであつしさんこんな強いの、まだデビューしたばっかりで。配信。ねえ。ねえ。なんで強すぎない？タイガース入団するとそんな稼げるの？ありがとう、天気ありがとう、天気ありがとう。あきみくん、あちちゃん、ニコナイス。あ、おーちゃんもありがとう。ありがとうございます。うん、ありがとう。うん、え、ファントですか？あきみちゃん、ゾウさん、ブタさんのどれかですね。どれかですね。これは、お水、味噌、砂糖を、あの、コチュジャン、ウィーパー作った、あの、調味料ね、に、あの、炒めた豚バラとナスで、あと、いりごま入れて、あと、ごま油ね。ラー油入れてもうまいと思う、ラー油。イベント応援するぞって。ファンタの倍出たらまたプップ。うん、これは発明したてか、またクックパッドで気持ち悪いんだけど、私発明しなきゃいけないの？別にこれ発明してないけど、ごま油で炒めた。うん、そうです。大根と魚。みっちゃん、ゾウさん、ありがとう。え、待って、どういう意味？ん、どういう意味？大根と魚。あ、これかな。これあの角煮作ったんだけど、私本当に和食作んないから、多分これ煮物なんだと思う。なんか煮物っぽいね。あ、そう、豚肉の大根。ありがとう、みーちゃん、ゾウさん、3個ナイス。これは角煮を作ったつもりなんだけどね、角煮を。あ、そう、ファッターの100個です。僕ダメだよ、ダメだって、悪いことしたよね。これだってそうなんじゃない？
これだって。これ、僕。ありがとう。パチコミありがとう。確認にものっていうか、なんか、なんつうんだろう。優しいやりすぎる。あー、もちゃんじゃない？うん。ありがとう、もちゃん、ブタちゃん、ニコ、ナイス。うん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。M ちゃん5倍ナイス。5倍来た。やっと来た倍。うん。これ美味しい。なんかこれなんかテレビでバズったらしい。うどんでも美味しいと思う。そうめんじゃなくても。やってみて。簡単だよ。ありがとう。ありがとうございます。どうしようかな。逆にメイクしてコスプレして配信会でやってから配信挑むか。ね。まゆちゃん、ラム。あ、じいちゃん、ありがとうね。ありがとう。どうしようかな。うん。何食べてるの？そうめん。うん。そうだよ。前が発明してバズった。ニタボ。じゃあ、いや、メイク配信しようかな。あ、メイク配信。あ、もーちゃんありがとう。メガホンありがとう。これの、金のメガホンも、イベントのポイントにね、加算されるから。ありがとう、もーちゃん、60個も。ありがとう。ぽちゃんもありがとう。もうちょっとみーこんち言いたかったけどね、イベントだったからもあるし、やっぱ、ね、猫はね。あー、ありがとう。みかこ200個、もーちゃん200個ありがとう。ありがとう、もーちゃん。ありがとう。もうちょっとね、遊びたかったね、猫ちゃんとさ。可愛かった。あんな可愛い猫見たの初めて。あんな可愛い猫いないよね。ありがとうね、カクテル。してない。うん。おだし、普通に醤油、酒、みりん、砂糖。
ことね。ん？あ、イケメンの人にすごいイケメンの人にもらったの。ホストにもらったフローズンカクテル。美味しいよ。どうしようかな。メイク、あ、食べ終わったら配信外でメイクしてコスプレして配信つけようかな。ね。猫アレルギー可愛いんだけどね。前も好きなんだけど。そんな怒んなくてもいいじゃん。45号さん大丈夫だよ、うん、大丈夫だよ。ありがとう、えーちゃん、うん、もういいって。そういう嘘ハトのなんか、うん、旅配信でいちいち、まあね、まあね。うん、ありがとう。え、あ、あげみちゃんが来たのかと思った。なんかそんなことはどうでもいいんだけどそんなことはマジでどうでもいいんだけど、なんか普通に食ってるだけなのにさ、なんか吐いてるだろうとか、なんか下りがね毎回めんどくさいなって思ってる。もうそれ突っかかんのやめた。うん、そっちのがめんどくさい。うん、多肉ご飯は、まあ、今日はね、朝ごはんが何時だったかな、ちょっと遅めにあげる今日は、うん、今日はね、メニュー食べてるとこ大好き。これ、じゃあこれ作ってみてほしい。これ美味しい、美味しかったよ。ナスって今安いじゃん。これ作ってみて。うん。これ乗ってない。うん、わかんない。なんかうなってる。でもね、ご主人様が先に食べないとね、じゃないとこうやってよき、ね、どんどんうなってくるから、俺が先だ、絶対に私が上って思わせてあげないと。うん、あ、そうだ、プラプラになってる。またもう意味わからん。なんかね、プラプラになって、プラチナになって、なんかね、2日ごとに変わってる。ね、わかんない。いや、マジでわかんない。え、てか、ぶっちゃけ言うと、マジで意味わかんない。今だから言うけど、ね、去年、月に170稼いだとき、確かね、170かな。ゴルプラだったからね。
170。え、普通にプラチナプラスだよね。だから謎い、特に前に厳しいんじゃないかな。あ、ありがとう。え、まゆちゃん、63さんがあきちゃんをあげてくれてたよ。あ、ひーちゃんもありがとう。ひーちゃんありがとう。ひーちゃんナイス。待ってね、60号さんをちょっと見てもいい？ちょっと待ってね、60号さん、60号さん、え、私のところで反映してないんだけど、なんで？え、60号さんが反映されてないんだけど、なんで？バグかな？いや、反映されてないんだよね。ないので、60号さん、私、あ、なんちゃんありがとう。なんか60号さんナイスみたいなパチコミは見れるんだけど、ないね。ゾウさん、ゾウさんありがとう。なっちゃん、ゾウさんありがとう。え、私反映されてない、私下の方に見えないんだよ。私もそうだよね、そうだよね。アイスは反映されてる、あのゾウさんね、ゾウさん、アイスは反映されてる。ゾウさんありがとうね。ありがとう、なちゃん、なちゃんありがとう。ひーちゃんもありがとうね。ひーちゃんもプラチナプラスに戻ってた。今何時だ、ちょっと早いんだよな、今日あげんのな。うるさいよ。ちょっと、じゃあ朝ごはんじゃない、夜ごはんあげるか。ちょっと待ってね。ご飯あげるから、ちょっと待ってね。ありがとう、クローズンカクテル。ちょっと待ってね。よいしょ。みんなありがとう。きらこめ、これは大丈夫。あー、なちゃん来たよ、ありがとう。あげみちゃん参考ないせ、ありがとう。なちゃんありがとう。ありがとうございます。あ、ギャンギャンギャン、ギャンギャンギャン。全部入れちゃおうか。
全部あげちまうわ。待って待って、お座りして、お座り、待って、お座りして、待てよ、待て待て、見比べてる。待てよ待てよ、いや、ダメだからね。動物を食べてる時が一番幸せらしい。確かに。眉も。24日トリミング配信するからよろしくね。うちでトリミング、あの、うちにプロが来るから見に来てね。そうそう、この前の方指名したよ、もちろん。ただね、別にそんな毛伸びてないんだけどさ、なんかさ、ぶっちゃけ別にトリミングしなくてもよくないとは思ってる。キュン、あー、クちゃんありがとう、クくんありがとう、アイス2個ナイス。でもなんか言われるんだよ、動物の愛護的に月に1回はしないとかわいそうみたいなさ、言われるんだよ。でもチワワってそもそもあの、そんなトリミングしなくてもいいからね。あの、例えば月に、まあ、トリミングしないといけない種類のさ、犬種もいるかもしれないけど、なんだけど、まあ、福ちゃんだけ、まあ、ちょっとカットしようかなって思ったけど、ハニーだけかわいそうだねとかも出てくるじゃん。ありがとう。いや、うるさいんだよ、なんか本当にうるさいね、予想以上に。だってプロ